芝勝尾9月4日から1970年1月3日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍大佐。旧姓、安倍、千葉県出身。幸福文書調印式に出席する芝農業、安倍作次郎の次男として千葉県で生まれた。私立体制中学校を経て、1922年6月、海軍兵学校を卒業。 翌年9月に海軍少尉任官。海軍水雷学校高等科を卒業し、島風水雷町を経て、水雷学校専攻科で学んだ。綾波水雷町を経て、1934年7月、海軍大学校を卒業する。沼風艦長、ドイツ駐在、ドイツ大使館付部官補佐官響艦長、海外教官軍令部第一部員などを経て、 1938年11月、海軍中佐に進級。海軍省軍務局第1課付、同課局員などを歴任し、軍務局第2課局員として太平洋戦争を迎えた。1943年5月、海軍大佐に昇進する。1944年2月、大井の艦長として前線に出征したものの、大井は同年7月に、 アメリカの潜水艦の来撃で沈没し生還した。軍令部第一部員検産防本部員として終戦を迎え、1945年9月2日にアメリカ海軍の戦艦、ミズーリの艦上で行われた幸福文書調印式に随員として参加、同年11月に予備役に編入された。海軍内の新独大米強硬派の一人として知られていた。 大井厚志の回想によれば、8月17日に、軍令部で、芝が、大井君、まだ日本は負けとらんと言い、天皇陛下は招直を出されたではないか、と大井が言い返すと、芝が、あいつは臆病だったが我々の上には、大元帥陛下がいるんだと言ったため、大井が、違う。大元帥陛下は、天皇陛下の蚊だと言い返したという。ありがとうございます。